ライカミングエンジンズはアメリカの航空用エンジン製造会社である。主に小型機用のレシプロエンジンを主力としている。ペンシルベニア州ライカミング郡ウィリアムズポートに本社を置く。社名は本社のあるライカミング郡に由来する。前身は1845年にエレン・ルイーズ・ダモールストにより設立されたミシン製造会社ダモールストマニュファクチャリングカンパニー・ファウンデットである。 1900年代初頭までは、ミシンのほか自動車やタイプライターなども製造していた。1907年には、経営不振により、自動車用エンジンの製造に注力した。1929年から、航空機用のエンジンである R-680 の製造を開始し、小型機に使われるようになった。レシプロエンジン部門は1994年にテキストロンに買収され、 子会社となり、ガスタービンエンジン部門は、アライドシグナルを経由して、ハネウェルエアロスペースに売却されている。極技飛行用のエンジンとして多く利用されており、レッドブルエアレースワールドシリーズは2014年から、o、O-540 のエアロバティック用、モデル AO-540 をチューンした、サンダーボルト AO-540EXP を使用する、ワンメイクレースである。 ライカミング O-320D2、A ライカミング T53L-13、形式はアルファベット数字となっており、最初のアルファベットがエンジンの種類を表している。現在では、ハネウェルのブランド、ありがとうございます。